まずの会議の、内容の決定、するしないなんですが、それはもうシチュエーションによって日本もアメリカも違くてですね、その会議に欠席した人間っていうのが、重要人物で、彼がディセジョンメイキングできる人間であれば、もちろんその方が戻って、その方の意見を聞くまで、ディセジョンは下さないと。で、そういったケースじゃない場合は、ほぼ、欠席者をもう考慮せずに、決定を下すっていうのが、通常の流れです。それもビジネスのスピードにもよるんですけれども、急な案件の場合はもうそういった形でクローズしてます。で、あと根回しについてなんですが、もう間違いなく日本人は今でも根回しを使ってですね、この辺はアメリカとものすごく違うなと思うのは、アメリカ人は根回しなしに自分の意見を、アイディアをいきなりみんなの前に出します。で、そこでもちろんみんなからものすごい質問が出るんですけれども、それを一件一件さばいていくんですね。で、それはやっぱりそれも同時に時間かかれば、その時点で、相手からの質問クリアできなければ、その話はボツになるというケースもただただありまして、で、日本人の場合やっぱり根回しっていうのを行うんで、自分のアイディアを出す前に重要人物にそのアイディアを投げかけて、このアイディアはどうだ、いいか悪いか、悪いんであればその理由を聞かせてくれっていう形で、いろいろその前に情報を集めて、自分でそういった否定の、意見っていうのを、考慮した上で自分のアイディアを出すと。両方もう賛否両論ですけれども、僕も、根回しっていうのはビジネスにとおいては、重要かなと。逆に根回しを行うと、物事もスピーディーに進められて、かつ、人との摩擦も起こさずに、ビジネスが進むかなと思っております。